の、10月ぐらいに沖縄で撮りました。もう毎日沖縄料理を食べてました。写真集全体通して割とこう素顔というかすっぴんだったりとか結構ナチュラルなものが多かったんですけど、あの黒い衣装は衣装もかっこいいしメイクも結構ガッツリとした一枚だったりするので、お気に入りのポイントがあって、あのジャケットがシースルーで結構こう透け感が出るんですよ。でそれで体のラインがこう透けてて、あのバックショットの方が特に私はお気に入りで見てほしいところです。今回写真集のためにこう体作りをすごく頑張ったっていうわけではなくて、前回の写真集も一昨年出させていただいた、去年とか出させていただいた時から日々コツコツとあの無理なく、ただその習慣づけてるような筋トレだったりとか食事方法だったりとかを、無理がないように日々コツコツと積み重ねた結果がこう今回の撮影日と重なったので、すごくベストバランスがの状態で撮れたなっていう感じがします。肌のツヤ感がすごくシチュエーションによって違うので、色っぽさだったりとか沖縄のこの光のなんか感じのツヤ感とかも本当にいろいろと違うので、そのツヤ肌質を見てほしいです。体のバランスっていうのが本当に調子が良かったんです。過去最高に私は自分の体が好きだなって思える写真集の出来栄えなので、なんかそういったその力まずっていうところがポイントなのかなっていうところがあります。点数をつけてください。そうですね、点数つけていただきたいです。逆に100点だと思ってるつもりです。はい、デビューした時とかは、まあ、10周年を迎えていらっしゃる芸能人の方とかすごいなって思ってたので、なんか自分がこのお仕事を10年続けてるっていうのが、まあ、すごくありがたいなって思います。私はなんかあのデビューがグラビアでデビューをしているので、なんかまさか自分がこう水着で表紙を飾れるとかそういうことをしてるっていうのが自分の中ではターニングポイントとかやっぱ思ってもなかったことだったので、そこのやっぱデビュー当時の記憶は一生忘れないですね。肉体的にはやっぱり写真集で経過を見ていただいてるファンの方とかは楽しんでもらってるんじゃないかなって思いますし、精神的にはなんかむしろこう年々リラックスできているかなっていうので、デビュー当時はやっぱり緊張とかもっとしていたと思うので、なんかそういう意味では大人になったと思います。写真集の感想の中でもなんか変わらないねって言っていただけてる面もあって、なんかそれがすごく嬉しくて、自分の目標的にはこうなんかいつまでも変わらない肌質だったりとかって、なんかやっぱり年齢こう難しい、水分量が保てないとかいろいろあるんですけど、なんかそういうのを日々ちょこちょこケアしているので、なんかそういう意味でなんかこう変わらないねって言っていただけるのがすごい最高の褒め言葉だったので、また10年後とかもなんかこういい意味で変わってないねって言われたいですね。はい。